残り2周800を切ります。さあ先端開いた茅野が中段さらに前を伺う構えですが、山村亮太ちょっと突っ張る動きです。さあ早くも誘導を切って1コーナー、山村亮太先行体制、追い上げた茅野博文、現在は3番手4番手付近、ちょっと中段を抑えるような格好でしょうか。このままかける2番の山村亮太、金が入ります。さあハイピッチ、山村亮太突っ張った、追い上げた茅野博文ちょっと合わされていますが、その後ろちょっと混戦状態です。さあ先頭山村亮太、番手北川智弘、3番手山原ですが、追い上げた茅野が再度ここはスパートして前を抑え切ります。さあ茅野博文ようやく抑え切って、今度は山村亮太下げて3番手です。さあ九州2人が飛び出した、茅野博文に番手7番の中園最終バック、今度は9番の中石が追い上げて4番手から3番手へ迫るバックを通過、逃げる茅野博文、番手7番中園ですが追い上げた中石3番手接近、しかし番手から早くも中園が前に踏んだ。4コーナーから直線、さあ先頭は抜けた7番中園、後方落車ありました。7番中園突き抜けて2着争い、1番の小畑が突っ込んだか、9番の中石、あるいは5番の山原、この辺りの入線。4コーナー立ち上がって早くも近畿勢動いた、8番車関谷が上昇、合わせるように7番の那須川前に前に攻め込んでいきます。ジャンマイの攻防へと移って、関谷鉄平の上昇、合わせたのは7番車那須久駅。さあ前で1番車岡崎もちょっと突っ張る構えか、おお岡崎翔吾はもう突っ張ろうという構え、ジャンマイで前を切りました。さあ岡崎がもうペースを上げている、懸命に関谷がもがいて前に襲いかかりますが、岡崎も譲りません、このまま岡崎突っ張っての先行です。関谷鉄平交代、終始3番手、中段に2番の作田義明、これは射程圏。さあ実力者作田義明、射程圏の3番手を確保して最終周回です。さあこのままかけます、1番の岡崎、ラインは2車、3番手もう車間を切っている、作田義明余裕があるか、2コーナーから向こう正面、さあ行った、作田義明の先まくりだ、乗ってき9番の佐々木が懸命にもがいていく、最終バックを通過。さあここは捉えた2番の作田が先頭に変わって、9番の佐々木が2番手、切り替えた5番の細川3番手で追っていきます。4コーナーから直線です。さあ粘るか2番の作田、追った9番の佐々木、しかし外から5番の細川も伸びる、先頭2番の作田振り切った、作田義明です。6番の玉村中段ですが、早くも動いた7番の小川、赤番のホームから動いています。さあ早くも前段プレッシャーをかける7番車小川、正攻法勝部がちょっと突っ張りました。さあここは勝部が早くも突っ張っていく、誘導外れて 1,2 コーナーカーブ、仕掛けを誘った7番の小川、番手を下げてここはかますか、6番の玉村元気、さあ玉村が切符よくかましていきました。さあジャンで抑え切ったのは6番の玉村、今日は積極策、4番の勝部が抑え込まれて現在中段に下がっていきます。さあ小川大地はどうしたか、現在後方に下がっている、さあちょっと番手が下がって、むしろ3番車宮越が切り替えて4番手を確保です。さあここは3番車宮越4番手を確保、小川大地は完全に遅れています。1コーナーから2コーナー、現在7番手、先頭6番玉村がかけます、今日は玉村の積極策だ、番手5番の南に2番の小磯、3番の宮越も4番手ぴったりと続け、再度立て直して7番の小川大地まくっていきました。さあ小川大地まくっていきますが、ようやく5番手から4番手、これはちょっと苦しい、先頭玉村も切符よくいった直線コース、さあ先頭玉村もかえて先頭、玉村先頭、番手南が追い込んだか、最後は近畿勢の争い。さあ赤番のホームに入って森勇気、縦一本崩して先端を開きます。
中段には目もくれず早め片山直人にプレッシャーをかけます。正攻法片山ちょっと突っ張って赤番周回1コーナー、早くも片山が前を切った。さあ片山前を切っていますが7番の森を一旦前に出します。森行がここでようやく前に出てジャン前の攻防。さあ一旦抑えた森に対して、おお、薄井正直が前々に攻めて一旦前に出る構えです。地元の3人、さあ薄井正直が一旦先行体制です。森行これを流して中段の4番手、片山直人が後方7番手でレースは最終周回。このままペースが上がって縦1本、なんと薄井正直がこのまま先行勝負かけていきます。さあ薄井の先行勝負に別戦まくりに回されています。森行が中段、片山直人は7番手、2コーナーから向こう正面先まくりは森行。さあ森の先まくり果たして伸びるかどうか。3番手からようやく2番手睨みをかして10安坂これを軽く張って3コーナーから4コーナー、奮闘1番の薄井正直マーク10好展開。4コーナーから直線です。さあ先頭薄井もがいて番手10が追い込んだ。薄井か10か並んでゴールイン。6番の浅見も3着食い下がったか。一旦中段で足を止めてどうやら同期中川勝坂の動きを抑えます。さあ近畿勢の動きにくさびを打って6番車奥で現在3番手並走、残り2周切って1コーナー回ります。前で構えた5番の高平に対して中段109機の2人が見合っていきます。内に9番中川、外に6番の奥でジャン前の2コーナーカーブ。さあこの辺りでゆっくりと6番車奥でが前を抑えます。奥出亮の抑え先行に瀬戸内へ切り替えて3番の黒田が3番手を確保。これらを前に出して5番の高平が中段5番手を取りました。さあ中川勝隆後方7番手、4コーナーから直線、このままペースが上がります。さあ同期受けて立つ6番の奥出亮対して中川勝隆7番手、さあここから巻き返すかロングスパート。中川勝隆巻き返していきます。先頭奥出亮に対してさあ中川勝隆ロングスパート届くかどうか。2コーナーから向こう正面です。さらに加速して奥出亮の先行を捉える勢いは6番9番中川勝隆。3コーナーから4コーナー、ただマーク田中が離れました。さあここは渾身のまくり決めて中川勝隆独走。4コーナーから直線、2番手6番の奥出も粘るが後ろから3番の黒田が追い込んで、これが2着か。2着争いは接戦でした。中段早くも並走でレースは残り2周、今赤番のホームを通過です。中段並走に持ち込んで虎公平がまずは関東勢の動きを抑えています。以前飯町は7番の上田純、切れ目の3番手が2番の水垣、その後並走になって5番の虎公平が菅谷隆を抑えています。さあジャン前2コーナーから仕掛けて戸田光平抑えていきます。上田純すんなりと下げた、どうやら中段の4番手、すかさず菅谷隆今日は積極的に巻き返していきます。さあ菅谷隆積極的な巻き返しでもここは戸田光平がしっかりと合わせきっています。中段以下ちょっともつれてレースは最終周回へ。今度は1番の中田健太が切り込んで内から3番手潜り込んでいく。さあ先頭は戸田光平譲りません。2番手6番の上彦氏、3番手さばいた1番中田健太、サイド9番高木がアタック。さあ後方から7番の上田純もまくり返していきますが、ちょっと煽りを受けて現在4番手。3コーナーから4コーナーカーブ、上田純はちょっと伸びがありません。先頭虎公平マーク上福吉好展開、4コーナーから直線です。さあ3番手以下大混戦、先頭粘る虎公平、番手上福吉が追い込んでゴールに並んでいます。
連日不発ながらもこの人も連日自力勝負の気概を見せています。その小田倉雄二がまずは揺さぶりをかけて残り800を切っています。さあ栃木茨城勢前に変わって1番の稲毛が3番手、今度は4番車相笠翔太が追い出して2コーナーからジャン前向こう上面です。さあ相笠が中段で稲毛健太を封じる格好で打賞が入ります。さあここで誘導切った成功法6番車小田倉、しかしこれを見て相笠翔太3コーナーから抑えていきます。冷静に稲毛健太現在後方6番手ですが、早くも前に上がっていくか。4コーナーから直線、さあ相笠翔太が逃げますが稲毛健太が追い上げて現在は4番手から3番手付近、1コーナーから2コーナー、さあ外並走から稲毛がさらにまくる、後ろちょっと飛びつかれて藤田正也追走苦しんだ、2コーナーからバック、さあ稲毛健太が強引にねじ捨てる、サイド追い上げて9番の藤田が2番手に追いついていきます。最終バックを通過、さらに7番の隅まで続いて近畿の3人です。あとは後続から8番の伊藤も追い上げますが、さあ近畿の3人直線コース、粘る稲毛健太、追い込む藤田、さあ稲毛か藤田が並んで5人、あと7番の隅レオナ3着。さあ静かな流れ、残り2周赤番のホームを通過です。前受け5番の上引き越しが取って滝本康之中段、さあ後ろ攻め1コーナー手前から動いたのは7番の今野大輔、今野が今日も先手先手攻めてくるか、しかしこれを制して滝本康之前に踏み込んでいきます。ジャン前2コーナー踏み合った2人ですが、滝本康之、今野大輔、今野が強引に抑えた、さあハイピッチを誘って滝本康之中段へと下げる、これで上福吉俊一が後方7番手、さあちょっと九州勢立ち遅れ気味、4コーナーから直線、このままかける今野大輔、3日間風を切ります。マーク2番の網谷、しかし短期勢が不気味に控えて倉野龍太郎、井上雅史3、4番手、滝本康之は中段5番手、さあ縦長2コーナーから向こう上面、さあ来まくり滝本康之仕掛けていった、4番手3番手2番手に迫る滝本3コーナー、しかし振り切るか今野大輔、追い上げる滝本康之2番手に上がって、後ろから上京真一も追い上げる、4コーナーから直線、さあ広がっての混戦は滝本康之がねじ捨てた、滝本康之だ、滝本康之お見事、ガッツポーズ。4番今野を連れて東日本勢上昇開始です。さあ残り800を切って先端開いた白岩がゆっくりと前段九州勢にプレッシャーをかける、追い上げるように松岡敦也も好位置上がってジャン前の2コーナーカーブ、一旦白岩が前を切ったか、しかし松岡敦也一切構わずジャンで抑えていきます。おお、インから切り込んだ伊藤正彦、伊藤がイン切り込んでここはバーク戦か、さあ伊藤正彦藤原誠に切り込んでいる、さらに内では白岩が粘って、おお藤原誠が浮いて今度は伊藤正彦に潜って2番の白岩、この両者のバーク戦です。さあ2番手大競り、しかし外競りから9番伊藤が番手をもぎ取りました。この間にペースアップ1番の松岡敦也、番手9番の伊藤が、取って、その後3番手口が開いた2番の白岩、4番今野、まだ大野五郎は7番手ようやく仕掛けて最終バック、合わせるように三石八代が縦に踏んで3コーナーカーブ、逃げる松岡に好展開伊藤、追い上げた三石がようやく3番手、九州勢苦しい、4コーナーから直線、さあ松岡敦也か伊藤正彦か、松岡粘ってゴリ押し切りました、2着9番の伊藤正彦。さあレースは残り2周800を切ります。先端開いた神田亮に対して中段から岡崎が合わせていく。さあ中部別線の軌道型、一呼吸見合って
ここで岡崎圭介がゆっくりと前を伺う。ジャンマイ2コーナーから向こう正面、さあ踏み合って岡崎圭介、神田亮、この2人の主導権争いはやはり抑え切った神田亮だ。神田亮抑え切りました。2番手は9番西川近行、3番手に追い上げた2頭源太、一歩遅れて7番の大森は4番手で足を貯めます。叩かれた岡崎圭介、中段の5番手、さあ人気本線の追雄也は後方7番手、縦1本です。さあチャレンジャー精神飛ばします。神田亮見せ場を作る。番手9番西川近行、2頭源太3番手、大森が4番手、2コーナーからバック、車間を切って岡崎圭介5番手からまくれるか。先まくりは追雄也、7番手から猛チャージ、合わせる岡崎圭介で3コーナーまくり合戦ですが、さあこれらまくり勢全く伸びがない。むしろ3番手から2頭が縦に踏んで直線コースター。さあ先頭神田亮もがえて番手西川の追い込み、西川近行か。外から4番荒沢も最後は伸びていました。最内に粘ったのは5番の神田亮。さあ両軌道型合わせて踏んでいきますが、まず輝松氏が前を抑えます。さあ前に上がって輝松氏、前を抑えてジャンマイの攻防1コーナー、正攻法から長島は下げて、今度は中井大輔がスパート。さあ中井の巻き返しに合わせて輝松氏がここはペースを上げていきます。さあ中井も強引に巻き返して金のバックを通過。さあここはもがきあった中井大輔、輝松氏、輝松も奮闘ですが、おっと中井大輔が一切れない。さあここは近畿勢向こうに回して、今日も突っ張った、今日も突っ張った輝松氏、番手岡村順に3番手は成田和也、その後ろに村上が4番手に切り替えています。村上博之4番手、中井は交代。さあ6番手から戦機を見る長島大輔、まくれるか。まだ縦一本だ、強力な足を見せる輝松氏、番手岡村が車間を切って仕掛けたのは成田和也、成田の先まくりに合わせて岡村順、内に切り込んで村上ですが、前が壁、後ろから長島大輔もチャージ、直線コース。さあまくり切った、長島大輔先頭だ、長島大輔鮮やかな一撃、2着5番の岡道義。